地のごとく走れ。東米の命を懸けた活躍により銀を奪回されたことを知った宝玄は逆上し、報告に来たストーンを噛み殺した。凛と京四郎を探しに来たウィード率いる精鋭部隊がカマキリ軍と激突。死闘の末、ヒロはカマキリを倒し、父の無念を晴らした。ウィードは京四郎に救い出された銀とついに会うことができるが、銀にはウィードと話す体力さえ残っていなかった。涙をこらえ、ウィードは父のぬくもりを感じながら、王軍が待つ砦を目指すのであった。治療に効く温泉がある。すぐ連れて行った方がいい。俺はここを離れるわけにはいかない。父さんを頼みます。うん、赤目さん、あなたはずっと総大将を背負ってきたんだ。少し休んでください。俺が代わります。すまん、ジュビ。レイカさん、メル、京四郎もヒロも相当な傷を負っている。一緒に連れて行ってくれ。待て、俺は大丈夫だ。こんな怪我はへでもねえ。俺の浅はかな行動から東米を死なせてしまった。俺はまだまだガキだった。もう二度と浅はかな行動は取らねえ。奴らとケリをつけさせてくれ。京四郎、ウィド。京四郎、これからは東米の分まで頑張ってもらうぞ。わしだって、ヒロさん、その体じゃ無理だよ。いや、本懐を遂げさせてくれたウィードたちのそばから離れとうはないんじゃ。カマキリを倒したんですか。ああ、おめでとうございます。ヒロ、お前の気持ちはわかるが、その体では最後の一戦は戦え。わかってるか。じゃあ、コトブキサーのホラー穴で少し休ませたらどうかしら。うん、それがいい。あそこには薬草もある。そうしようよ。参りましょう、ヒロさん。ね。父さん、早く元気になってください。そして俺の名を呼んでください。言われた通り準備をさせている。いよいよか。ああ、総大将を取り返した今、恐れるものは何もない。楽園奪還作戦を開始する。おお、問題は宝玄がどう出てくるかだ。
血眼になって決戦を挑んでくるか、あるいは牙城にとどまり俺たちが攻めてくるのを迎え撃つか、二つに一つだな。ああ、偵察してくる。ロケットついてきてくれ。ああ。この鉄壁の構えなら王軍も浮かずに攻めてこれまい。ホーギル様、あれを。え、なんだあいつら。カマキリ様の兵隊たちと思われますが。カマキリの兵隊、ずいぶん少ねえじゃねえか。ホーギル様。なに、弾を取られた。それでカマールはどうした。おそらくそれでカラスが騒いでやがったのか。他の兵隊たちはみんなおじけづき逃げやがったみたいで、結局戻ってきたのはあれだけです。クソったれどもだ。そいつらはお前たちが始末せ。かなうことはねえ。もともとカマキリのクソ部隊など当てにはしておらん。王軍を血祭りにあげる前祝いだ。ケーキ屋がぶち殺せ。ホーゲンめ、まさに血も涙もないとんでもないクソ野郎だ。ウィード、ウィード、どうだった。ホーゲンは三個師団を三方に配置し、我々を迎え撃つ陣を取っている。一個師団が約200匹ずつ、牙城の正面と裏に、森の中にもおそらく。たとえ三方のうち一方を打ち破ったとしても、ホーゲンの一個師団が牙城を固めている。まともにやったら牙城に近づくまでに何人生き残れるか分かったものではないな。カマキリ軍と戦ってみて分かったが、奴らは烏合の衆だ。狙いはそれぞれの師団の部隊長。部隊長さえ倒せば奴らは混乱する。なるほど。では我々も3つに隊を分けるちゅうことかい。ああ、これより3部隊の隊長を決める。第一部隊の隊長を鉄心、甲賀の人間たちと四国の皆さんを指揮してくれ。うん、承知した。第二部隊は剣と影虎が指揮を取ってくれ。おう。配下は甲州剣軍団と陸奥のみんなだ。頼んだぞ。第三部隊は京四郎、お前に託す。ウィード、俺に任せてくれるのか。ああ、東米の分まで頼んだぞ。ウィード。おう。京四郎の部隊には少年犬のみんな、それにフック、サスケも加わってくれ。ええ、武者震いがしてきたぜ。ところで、ウィードはどうするんだ。俺は赤目さん、ロケットと共に抜け穴から牙城に侵入し、ホーゲンの首を取る。たった3人でか。抜け穴は狭い、少ない方が迅速に黒が運ぶ。赤目、ロケット、ウィードを頼んだぞ。みんなに言っておく、この戦いはホーゲン軍を壊滅させるためではなく、あくまでもホーゲン軍を混乱させ、ホーゲンを仕留めるための戦いだ。誰一人として死ぬことは俺が許さない。それじゃあみんな行くぞ。おお。嵐になるな。これが我が軍の基地と出るか、今日と出るか。戦い仲間で死んでいった仲間たちを、我らに力を。
飛び越えられなかったら連れて行かねえぜ。年寄り扱いするんじゃない。あなたどこへ行くつもり。あ、崖はあっち、風が吹いてる方よ。うん、あなた本当に大丈夫なの。クロスまでなんだ。あの崖は今まで何十回も飛び越えてんだ。風の流れさえ分かれば簡単だ。よく見てろ。ユータ、そこら来た。クロスさんも。さすが親父、見直したぜ。見直すのが遅いわ。ふっきさん、サスケさん、何やってんですか。な、何って。なんでみんなそんなにあっさり飛べるんだ。まさかビビってんじゃん。バカ野郎。おい、フック、俺の実力見せたら。フックが飛べるのか。くそ。それでこそ王の戦士だ。ありがとうございます。よし、鉄心、影虎、剣、京四郎、あとを頼んだ。みんな死ぬんじゃねえぞ。はい、では行くぞ。弾を取り除かねば傷口から可能し、ついには歩けなくなってしまう。この大事な時に。来たか。え、なんだあのデケルは。一人、いい度胸だ。死ね。若いの、痛くも痒くもねえぞ。ったく何をやってるんだ。兵隊を分けたら、茶番もいいところだぜ。チリ。行け。気に入ったぜ。何？
白い技だ。タフな野郎だぜ。さすがヤシャモリのブルゲ。やったぜ京志郎。なぜ笑う。あの時とまるで同じよ。あの時ブルゲさんが幹部になった時の戦いさ。いかがですか、宝元様。貴様それでやったつもりか。金太郎さんよ、俺がなぜヤシャモリのブルゲって言われてるか知ってるか。俺は生まれてこの方、どんな強いやつと戦っても、たとえ血だらけになっても、死人になっても、蘇ってくるからさ。幹部一人は決まりだな。ヤシャモリのブルゲとは死神のブルゲという意味よ。死神勝負あったな、京志郎。京志郎苦しい。京志郎。第三部隊は京志郎、お前に託す。ウィド、俺はお前の期待に応えられねえのか。京志郎、あんたを信じてきたのに。あんたはそれでも正義のつもりだろうが、そんなの正義でも何でもない。傷ついた者を無理やり連れてはいけない。父さんの望みは平和だ。ウィド、お前おかしいぞ。俺たちの大将がこんな臆病者だったとはな。行くぞ、京志郎。お前とは器が違うのか。京志郎、お前の勝利を信じちょる奴らを裏切るなや。死神はいついかなる時も死神に過ぎんきり、正義には勝てないものせよ。俺がバカだった。てめえじゃ一発のつもりが半端やったせいで、大事な仲間を見殺しにしちまった、けどウィードはそんな俺を信じてくれた。あいつのために、あいつの夢のためにも俺は負けねえ。何大将の命によりここまでだ。負けた。やったぜ、トーベ。ちぅ、役立たずか。前を固めろ。はっ、集まれ。早くしろ。ウィードがいねえ。なるほど、ウィードめ、そういうことか。何？宝元は
宝剣はどこに？いた、あそこだ。男たちの旅は今日も遥か険しい道、一歩一歩刻み込むように目指す約束の地、時にそれは報われなくてまるで負け戦のよう、眠れぬ夜をあといくつ数えるだろう、友よ一人うつむく夜は空を見上げ思い出してくれ、共に歌い共に歩いた道を照らす今宵のこの月を。